はいどうも、1分映画批評です。倒産した企業を反面教師にしてより良い未来を作っていこうということで、荒木博之さんの世界倒産図鑑より倒産した企業の紹介をしておりますが、今回紹介する倒産した企業はこちらです。山一証券。後で紹介しますけど、倒産といえばこの企業といった感じもありますけれども、まずは簡単に山一証券の歴史から紹介していきます。山一証券は小池邦三さんというね、山梨県出身の実業家がアメリカのウォール街の投資銀行に感銘を受け、帰国した後自分の会社を大きくして銀行業務と証券会社に分かれた証券会社側が山一証券になったということですね。肝心の小池さんは小池銀行側を取り仕切り、証券側には杉野さんという方が社長になりました。で、この頃、1917年頃、銀行と証券分かれた頃ですね、この頃は、軽工業から重工業に切り替わる転換期で、大量のお金が企業に必要だった時代でもありましたね。しかもね、小池さん人脈人望ありましたから、それを証券会社側も活かして、一気にトップ企業になっていきます。個人の野村証券、法人の山一証券と称されるぐらい、その業界の顔になっていったということですね。そして、時は流れて1961年、この頃、山一証券何やってたかっていうと、ベンチャー企業上場祭りをやっていました。まあ、この頃ベンチャー企業っていうね、言葉はなかったと思いますけど、とにかく新しい会社をバンバン上場させて、で、上場させる前にその会社の未上場株を山一証券が買っておいて、上場したら大体株価上がりますから、その株を売って利益を得るみたいなね、結構相場任せのギャンブル性の高いことをやってたんですけど、まあ、いい時もね、悪い時もあるということで、この頃ね、ちょうど、証券不況になっちゃうんですよね。上がってたはずの株価がどんどん下がっちゃうっていうね。となると、ベンチャー企業上場祭りがもう全部ダメになっちゃうんですよね。なんならベンチャー企業が潰れて価値ゼロになっちゃうみたいなこともあって、結構ね、やばいことになってたみたいなんですよね。そんで、1965年にはその流れを受けて、山一経済危機なんてことが起きちゃうんですよね。ん？なんか、山一証券マジでやばいらしいぞみたいな噂が広まって、窓口にお客さんめっちゃ集まるみたいなね、まあそういう状況だったみたいなんですよね。で、これ本当にやばくて、これは大ごとになるかもしれんということで、なんと日本銀行が山一証券にお金を援助してくれたんですよね。でその直後、日銀がお金を援助してくれた直後、イザナギ景気、好景気になって、再び株価が戻って、オッケーオッケーってなって、速攻で日銀に借金返して、オールオッケーってなって、よかったよかった、なんとか切り抜けたっていうことになったんですよね。はい。で、さらに1985年、バブル経済の波に乗って、それまで業界4位だった山一証券だったんですけど、一気にこの際業界1位を目指そうということで、山一証券バブル経済に乗って何をしたかっていうと、今度は営業特勤祭りをしていました。で、営業特勤っていうのは、すごく簡単に言っちゃうと、利回りを会社が約束しちゃうってやつですよね。他社が利回り 10% なら、うち 15% 約束します、みたいなね。良くないですよ。完全良くないというか、完全に違法なんですけど、バブルなんでもう盛り上がっちゃってるし、株価もどんどん上がっちゃってるし、なんなら他の会社もやってるし、このまま株価青天井だ、オールオッケーオッケーオッケーなんていうね、営業特勤祭りをやってたんですけど、時は1991年。バブルの崩壊が起きてしまうわけなんですよね。となると、山一証券さん、あの時の営業特勤の話どうなりましたかねなんてね、お客さんが来て、めっちゃ不況なのに、バブルがぶっ壊れてめっちゃ不況なのに、文字通り崩壊なね、利回りを求められちゃって、他社はね、他のね、証券会社は謝って、もうすいませんなんてことを言ってたみたいなんですけど、山一証券はもうちゃんとね、約束を守っていたみたいなんですよね。で、その営業特勤による赤字が出ても、その赤字を子会社に付け替えちゃったりして、やばいのが明るみに出ないようにして、株価が上がるのをひたすら待つっていうね、かなりね、綱渡り状態だったみたいですよね、この頃の山一証券はね。しかし、待てど暮らせど株価は上がらず、1997年、マスコミに山一証券マジで今度はやばいらしいよなんて報道もされて、で、株主総会でいらん質問されないように総会や雇っていたのがバレたり、商法違反で会社のお偉いさんが逮捕されたり、一気に傾いて、そのまま倒産しちゃったっていうね。で、有名な当時の社長の倒産記者会見での、社員は悪くありませんからっていう名言も飛び出すという運びでございました。で、簡単に倒産の理由をまとめますと、一つ目が小さな嘘、大きな嘘。二つ目がいつか良くなるという脆い成功体験。そして三つ目がプロセスを軽視した結果至上主義ということですよね。一つ目は論外ですよね。まあ、できない約束をしてしまう、違法な約束をしてしまう、そしてそれを隠すために大きな嘘、会計をごまかしたり、総会屋を雇ってしまう、一線を越えてしまったっていうね、ことですよね。そして二つ目、三つ目。株価が上がれば途中のやり方がどうであっても帳尻が合うので問題ないっていうね、楽観主義、間違った結果至上主義。これを一度ね、1965年にね、体験してしまったがゆえの、この根拠のない期待を持ち続けて、この根拠のない希望を持ち続けて、そのまま沈んでいってしまったっていうね、まあ、そういうことなんですよね。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。山一証券の倒産から絶対に儲かる話なんてない、うまい話なんてないってことが、
学べたんではないでしょうか。はい、ちょっと違いますかね。はい、ではここら辺で終わりとします。普段はね、他のチャンネルとは違った角度からの新作映画の解説、そしてネタバレなしの映画1分レビューをしているチャンネルです。よろしければチャンネル登録もしていただけると幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。1分映画ヒヨでした。